人間失格太宰治堀木はそれを半分はお世辞で言ったのでしょうがしかし自分にも重苦しく思い当たることがあり例えば喫茶店の女から稚拙な手紙をもらった覚えもあるし桜木町の家の隣の将軍の二十歳くらいの娘が 毎朝自分の登校の時刻には用もなさそうなのにご自分の家の門を薄化粧して出たり入ったりしていたし牛肉を食いに行くと自分が黙っていてもそこの女中がまたいつも買い付けのタバコ屋の娘から手渡されたタバコの箱の中に また歌舞伎を見に行って隣の席の人にまた深夜の詩伝で自分が酔って眠っていてまた思いがけなく故郷の親戚の娘から思い詰めたような手紙が来てまた誰か分からぬ娘が自分の留守中に お手製らしい人形を自分が極度に消極的なのでいずれもそれっきりの話でただ断片それ以上の進展は一つもありませんでしたが何か女に夢を見させる雰囲気が自分のどこかにつきまとっていることはそれはのろけだの何だのという いいい加減ななな冗談でででく否定できないのでありました自分はそれを堀木ごときものに指摘せられ屈辱に似た苦さを感じるとともにインバイフと遊ぶことにもにわかに興が覚めました堀木はまたその見え坊のモダニティから堀木の場合 それ以外の理由は自分には今もって考えられませんのですがある日自分を共産主義の読書会とかいう RS とか言っていたか記憶がはっきりいたしませんそんな秘密の研究会に連れて行きました堀木などという人物にとっては 共産主義の秘密会合も例の東京案内の一つくらいのものだったのかもしれません自分はいわゆる同志に紹介せられパンフレットを一部交わされそうして上座のひどい醜い顔の青年からマルクス経済学の講義を受けましたしかし自分にはそれは分かりきっていることのように思われました それはそうに違いないだろうけれども人間の心にはもっと訳のわからない恐ろしいものがある欲と言っても言い足りないバニティと言っても言い足りない色と欲とこう二つ並べても言い足りないなんだか自分にもわからぬが人間の世の底に 経済だけでない変に階段じみたものがあるような気がしてその階段に怯えきっている自分にはいわゆる唯物論を水の低気に流れるように自然に肯定しながらもしかしそれによって人間に対する恐怖から解放せられ青葉に向かって目を開き希望の喜びを感じるなどということはできないのでした。 けれども自分は一度も欠席さずにその RS と言ったかと思いますが間違っているかもしれません。なるものに出席し同志たちが嫌に一大事のごとくこわばった顔をして1プラス1は2というようなほとんど初頭の算0メーター理論の研究にふけっているのが滑稽に見えてたまらず。 例の自分のおどけで会合をくつろがせることに努めそのためか次第に研究会の窮屈な気配もほぐれ自分はその会合になくてかなわぬ人気者という形にさえなってきたようでしたこの単純そうな人たちは自分のことをやはりこの人たちと同じように単純で そうして楽天的なおどけものの同志くらいに考えていたかもしれませんがもしそうだったら自分はこの人たちを1から10まで欺いていたわけです自分は同志ではなかったんですけれどもその会合にいつも欠かさず出席してみなにおどけのサービスをしてきました 好きだったからなのです。自分にはその人たちが気に入っていたからなのですしかしそれは必ずしもマルクスによって結ばれた親愛感ではなかったのです非合法自分にはそれがかすかに楽しかったのですむしろ居心地が良かったのです 世の中の合法というものの方がかえって恐ろしくそれには底知れず強いものが予感せられます。そのからくりが不可解でとてもその窓のない底冷えのする部屋には座っておられず外は非合法の海であってもそれに飛び込んで泳いでやがて死に至る方が自分には一層気楽のようでした。 日陰者という言葉があります人間の世において惨めな敗者悪徳者を指さして言う言葉のようですが自分は自分を生まれた時からの日陰者のような気がしていて世間からあれは日陰者だと指さされているほどの人と会うと自分は必ず 優しい心になるのですそうしてその自分の優しい心は自身でうっとりするくらい優しい心でした。また「犯人意識」という言葉もあります。自分はこの人間の世の中において一生その意識に苦しめられながらもしかしそれは 自分の僧侶の妻のごとき好伴侶でそいつと二人きりでわびしく遊び戯れているというのも自分の生きている姿勢の一つだったかもしれないしまた俗に「すねに傷持つ身」という言葉もあるようですがその傷は自分の赤ん坊の時から自然に片方のすねに現れて長ずるに及んで 治癒するどころか、いよいよ深くなるばかりで、骨にまで達し、いよいよの痛苦は千変万化の地獄とは言いながら、しかし、これは大変奇妙な言い方ですけど、その傷は次第に自分の血肉よりも親しくなり、その傷の痛みは、すなわち、傷の生きている感情、または、 愛情ののさささやきのようにさえ思われるそんな男にとって例の地下運動のグループの雰囲気が変に安心で居心地がよくつまりその運動の本来の目的よりもその運動の肌が自分に合った感じなのでした堀木の場合はただもうアホの日明かしで 一度自分を紹介しにその会合へ行ったきりで「マルキシストは生産面の研究と同時に消費面の視察も必要だ」などと下手なしゃれを言ってその会合には寄りつかずとかく自分をその消費面の視察の方にばかり誘いたがるのでした。思えば当時はさまざまの方のマルキシストがいたものです。 堀木のように虚栄のモダニティからそれを自称するものもありまた自分のようにただ非合法の匂いが気に入ってそこに座り込んでいるものもありもしもこれらの実態がマルキシズムの真の信奉者に見破られたら堀木も自分も劣化のごとく怒られ卑劣なる裏切り者として立ちどころに 追い払われたことでしょうしかし自分もまた堀木でさえもなかなか除名の処分に合わずことにも自分はその非合法の世界においては合法の紳士たちの世界におけるよりもかえって伸び伸びといわゆる健康に振る舞うことができましたので見込みのある同志として吹き出したくなるほど 過度に秘密めかしたまた事実自分はそんな用事を一度も断ったことはなく平気で何でも引き受け変にぎくしゃくして犬同士はポリスをそう呼んでいましたに怪しまれ不審尋問などを受けてしくじるようなこともなかったし 笑いながらまた人を笑わせながらその危ないその運動の連中は一大事のごとく緊張し探偵小説の下手な真似事みたいなことまでして極度の警戒を用いそうして自分に頼む仕事はまことにあっけに取られるくらいつまらないものでしたがそれでも彼らは その用事を盛んに危ながって力んでいるのでした。と彼らの称する仕事をとにかく正確にやってのけていました。自分のその当時の気持ちとしては、党員になって捉らえられ、たとえ就寝、刑務所で暮らすようになったとしても平気だったのです。世の中の人間の 実生活というものを恐怖しながら毎夜の不眠の地獄でうめいているよりは一層牢屋の方が楽かもしれないとさえ考えていました。